様にお集まりいただきました。改めまして大きな拍手をお願いいたします。それにしても本当に豪華な面々に揃っていただきました。加藤雅役、松山健一さんです。お願いします。はい、皆さんこんにちは。暑い中本当にどうもありがとうございます。まさか佐藤さんからの この作品は夏だと思ってるというのは聞くと思わなかったんですけど、撮影はもう11月から、僕は2月までで、皆さんはもっともっと長い期間撮影されてたんですけども、真冬の、撮影で、とても寒い思いばっかりしてたような気がするんですけども、ただその、前編後編、通して前編は、原作を忠実に、そして後編は映画オリジナルのストーリーになっているんですけども、とてもその原作に忠実になっている部分の良さと、あと映画オリジナルになっている部分の良さ、それがすごく脚本を見ても出ている作品だなと思います。僕はまだ前編も後編もまだ見てないんですけども、さっき流れた映像しか見てないんですけども、あれもすごいですけども、もっともっとすごい映像が本当にたくさんあります。僕もすごく楽しみにしています。ぜひ皆さんも楽しみにしていてください。どうもありがとうございます。ありがとうございます。オファーを受けた時っていうのはどうだったんですか？その前に二宮さんからそういう言葉をいただいて本当に嬉しいです。ありがとうございます。でも黒の契約を、二宮さんがやられるっていう話を聞いた時、僕も、二宮さんしかいないだろうっていうふうに本当にすぐに思いました。でこの映画はやっぱりその黒の剣が主人公での映画ですので、これはすごく成功するんじゃないかと確信しました。そして僕がそのオファーを受けた理由というのは、加藤というキャラクターには弟がいまして、その、2人は、両親がいないんですよね。2人で暮らしてるんですけども、そして加藤というキャラクターは異次元みたいなところに、連れて行かれるんですけども、そして弟が一人ぼっちになりますよね。なっちゃうんですよ、現実の世界で。それでその弟のその不安感と、そのお兄ちゃんの弟を一人にしておくわけにはいかないっていうその使命感っていうのが、すごく原作のその描写が僕好きで、何回も感動して涙を流してたんですけども、それをこう追体験できるというか、表現できるっていうことはすごく、自分にとってすごくプレッシャーでしたけども、ぜひこれはやらせてもらいたいと思って、佐藤さんにやらせてくださいと言いました。以上です。ありがとうございます。松山さんはいかがだったんですか？すごく忠実ですしね、その原作と貫通するというのは、はい、で僕がすごいなと思ったのは、男性のガンツスーツ、女性のガンツスーツがそれぞれ違うんですよね。デザインが、ね、特徴が、ありまして、男性はやっぱり、なんて言うんだろう、いろんな能力をこう強化するスーツですので、胸板がすごく厚くなって、 肩もすごくこう大きくなって、がっちりしたスーツなんですけど、そうで女性はすごくセクシーなんですよね。そうなんですよ。なんかラインが出るスーツ、それは強化するところがちょっと違うような気がするんですけど、ただそっちに行っちゃったんですよね。だから佐藤さんは「そうじゃなきゃダメだ!」ってずっとなんか怒るように言ってたんですよ。松山さんの方からもちょっと言い訳を聞いていいですか？その遅刻のどれくらいだったんですか？基本二宮さんと僕って30分違いで大体早くてくるんですけども、僕も交番表に書いてある時間が、大体こんぐらいだろうって勘違いしてたんですよね。そういうふうに思ってて、そのまま入ったんですよね。で僕はもう時間通り、時間通りに入ったぞというふうに、
やってて、でまあメイクしてたら、あの二宮さんが来られて、ごめん遅刻しちゃったって、まあそれでも5分とか10分とかですけど、それで、あのいや大丈夫ですよとかって言ってたんですけど、で皆さんなんかちょっとメイクさんとかスタッフさんが僕に対してなんかすごく冷たい視線をあのまあこう来てて、なんか雰囲気が違うなと思って、まあその撮影の最後に、その日の最後に、僕遅刻してないですよねって聞いたら、いやいや遅刻じゃないですかって小バケを見たら、僕が思ってた時間より30分早かったんです。それで、まあ、二宮さんに後ですいませんでしたっていうふうに言いました。皆さん元気ですか？声は返ってこないと思いますけれども、皆様どうもありがとうございました。それではこれをもちまして、ガンツの制作報告会見を終了させていただきます。キャスト、スタッフの皆様どうもありがとうございました。皆さんこんにちは、松山健一です。今日ガンツの制作発表がありました。僕も初めて映像を見たんですけども、とても激しくて、そしてあの鳥肌が立ちました。まあ、でもやっぱり、まあ、本当に少しの映像でしたので、もっともっといい映像も、映像というかあの表現もありますし、あのそれをすごく僕は楽しみにしてます。ぜひ、皆さんも楽しみにしていてください。よろしくお願いします。そして、今僕が撮っている作品はうさぎドロップという原作の子育て の, あのストーリーの映画をやらせてもらってます。共演は芦田愛菜ちゃんって言って、あのとても素晴らしい役者さんです。あの自分自身その子育てっていうのはやったことなかったんで、まあ、そういう、まあ、同じ、まあ、なんだろう設定というか、まあ、その主人公も、まあ、子育てしたことがなくて、そして結婚もしてなくて、そして子供を引き取って、あの、まあ、大変な、まあ、日常生活を送っていくんですけども、その中で自分が成長していくという話です。まあ、やってる最中も僕自身いろいろ成長していってるんじゃないかなっていう部分もすごくたくさんありますし、それは全てその周りから、あのまあその子役のマナちゃんや、あのサブ監督、そしてスタッフの皆様、キャストの皆様からあのいただいてるもんだなと本当に思います。そしてそれをまた、まあお芝居を通して皆さんにあの伝えることができたら本当に嬉しいです。そっちの方もぜひ楽しみにしていてください。よろしくお願いします。では。